ファーストラブは、島本里夫による、長編ミステリー小説。別冊文芸春秋2016年7月号から2018年1月号に、連載、文芸春秋より2018年5月31日に、刊行された。父親を刺し殺し逮捕された、女子大生と事件を取材する、臨床心理師、それぞれの周辺人物を通じて、現代社会における家族の闇を描く。 第159回直三35章受賞作。牧陽子主演で、テレビドラマ化され NHKBS プレミアムにて2020年2月に放送された、また北川稽子主演、堤幸彦監督で映画化され、2021年2月11日に公開。臨床心理師の真壁幸のもとに一つの執筆依頼が入る。それは、アナウンサー志望の容姿麗な女子大生が、 画家の父、生残な友人を視殺した事件について、被疑者である生残管羅を取材し一冊の本にまとめてほしいというものだった。周囲は、就活に反対されたから、父親を殺害したと、犯行動機を推測したが、逮捕後の取り調べで、動機はそちらで見つけてくださいと言い放ち、ワイドショーなどで大きく報道されていた。きの議定である、弁護士の案の箇所は、 カンナの国選弁護人に選任されていた。カンナの母が、検察側の証人に立つことを知り、大学の同期生でもあるユキに協力を依頼。ユキとカショウ、それぞれがカンナとの接見や手紙のやり取りを進めていく。うちに、二人がカンナから聞いた話の内容が、辻褄の合わない部分があることに気づき、カンナは、本当のことを話していないとユキは考えた。それを踏まえてユキとカショは、 カンナやナユージンの知人だから家庭環境について話を聞くうちにカンナが過去に心に問題を抱えるに至った経緯を突き止める。その過程でユキもまた自身の老い立ちや歌唱との関係について向き合っていくようになる。事件の裁判が近づく中カンナは殺意を一転して否認。ユキは自身がクリニックで診療を受けていた頃を思い出しながら初公判の日を迎える。 特集ドラマとしてテレビドラマ化され NHKBS プレミアムスーパープレミアムにて2020年2月22日の21時から22時59分に放送された。主演は牧陽子。2021年2月11日に公開。監督は堤幸彦。主演は北川稽子。公開日の初日舞台挨拶が東京の東方シネマズ。 六本木ヒルズで行われ、筒幸彦監督、北川稽子、木村吉野、宝根京子、中村治成久保塚洋介、板尾羊が登壇し、午前の会は全国の映画館に生中継された。2021年2月26日より、副音声によるキャストと感動、体感コメンタリー上映が行われる。2021年2月28日、東方シネマズ、 六本木ヒルズにて、ファーストラブ大ヒット五霊舞台挨拶の開催が決定し、ゲストに、堤幸彦監督、北川景子、宝根京子を迎えて実施された。劇中に登場する報道写真は、佐藤聡、安田なつきが提供している。ありがとうございます。